KGB. Powerful. CIA. Dangerous. FBI. Psychotronic. CIA. I'll break your freaking little neck, you worm.大統領、紹介します。この間お話しした人物ですよ。そりゃよかった。よく来たな。長官、 CIA の人間じゃなくて大丈夫か？私にお任せを、大統領。さて諸君、最近我が国は経済援助法案にのっとって旧ソ連からあるものを購入した。この事実は最高機密として扱われているが、君には教えよう。ジム、スライドを頼む。これはサイコトロンと呼ばれる装置だ。 KGB が40年代から密かに開発を続けてきたもので、我がアメリカが軍備を増強している間に、ソ連は人間を自由に操るマインドコントロールの研究を進めてきたのだ。当初彼らの研究は気にかけるほどの代物ではなかったが、今は事情が違う。次のスライドを頼む。CIA の調査で彼らが最近の実験でかなり高い成功率を収めていることが分かったのだ。我が国の研究は大きく遅れを取ってしまった。とにかく我々は6000万ドルと引き換えにそのシステム一式を手に入れたのだ。最新型のサイコトロン装置、研究記録、そして開発者の一人、セルゲイ・アイストロビッチ博士を。取引は完璧な手順で進められてきた。ところが輸送機がバージニアの農場に墜落し、乗員は全員死亡した。少なくとも死亡したと思われている。君たちを呼んだのは、これが CIA 内部の人間の仕業だと考えられるためだ。 CIA エージェントが一人まだ現場で見つかっておらず、サイコトロンとアイストロビッチ博士も依然として発見されていない。大統領選挙を控えて、このようなスキャンダルが何を意味するかはあえて言わなくてもわかるだろう。君たちは A 抜きのエージェントだ。国家の安全が諸君の肩にかかっている。捜査は極秘で行ってくれ。内部捜査を指示したと知れたら大事だからな。情報収集は自由にやってもらって結構だ。連絡は私からしよう。考えてみてください。
ちゃんと根拠があるんだ。わかったわ。だってコード知らせどうするつもり。まあいいわ。とにかく3333よ。